ドラマ CD ドラマ CD。 おい田中、何を、太田、続き、あ、ちょっと待って、準備するから。はあ、いつになく気合が入ってるな。うん、よし、もう一度やるぞ。うん、ドラマ CD。 田中君はいつも気だるげ。はあ、これで終わりだよね、太田。いや、タイトルを言っただけだ。この後本編もあるんだぞ。え、そうなの。エピソード1、授業中の田中。ここからは教科書にある公式を使うことで解が導き出される。説明するとだな。相変わらずこの先生の板書はすごい量だな。スピードも速いし、うかうかしてると消されてしまう。ん？そういや、田中はどうしてるんだ？田中、おい、黒板見てるだけでノートは？ちょっと早すぎて無理。まあ、田中にはきついペースだな。またペースアップしたな。いかん、置いていかれる。田中？珍しく寝ないで黒板見てるんだな。あ、もしかして板書を見ただけで全部覚えることができるのか？なんだと、そんなことが。じー、おお、いつもより目が少しだけ大きく開いて。すごいな、田中。それで全部覚えてしまうわけか。うん、そんな気になれる。そんな気に。いかんいかん、ノートが追いつかない。じどうしちゃったのか。急に泣き出したりして。目開けっぱなしにしたせいで痛い。田中。何？帰りにノートのコピー取ろうな。ありがとう、太田。いかん、寝そうだ。まだ2時間目なのに。しかし日本史の授業ってどうにも眠く。うん？田中はどうしてるんだ？ずいぶんダイナミックに船こいでるな、田中。何、太田。とても居眠りとは思えない動きをしていたぞ。眠くて、頭重くて、頭外せたら楽なのに。さすがに外すのは無理だな。と、先生がこっちを睨んでる。いかんいかん、授業中だ。また同じような名前が出てきたな。平治の乱で平氏が清盛、源さん家が実朝。ああ、もう歴史は人名を覚えるのが大変だ。似たような名前多すぎて。田中、また寝てるな。おい、大丈夫？俺
睡眠学習してるつもりだから。さっきは見て板書を覚えようとして、今度は睡眠学習か、田中。田中、授業終わったぞ。勉強になった。ほとんど寝ていた気がするが。夢の中にいろんな源さんと平さんが出てきて花一門目してた。一応和風の戦いなんだな。で、授業の方は何か覚えているのか。睡眠学習の成果あったか。おた、ん？帰りに数学のノートと一緒にお願いしてもいい？次からはちゃんとノート取れよ。3時間目も無事終了したね。無事か分かるのは期末の成績表を見てからだな。田中！あれ、越前さん。お前、ミヤノに何した？落ち着け越前。ミヤノがどうかしたのか。ああ、ここ1週間ミヤノずっとブツブツ言いながら田中の後を追っかけたり、その後しきりにノートを永遠書いてたり。どうしてくれんだ田中！昨日も私と遊んでくれなかったんだぞ！え、俺に言われても。落ち着け越前。あれ、えっちゃん、私たちの教室に来るなんてどうしたの？宮野。宮野、越前が心配しているぞ。田中の後をつけ回してばかりだと。つけているのではなく盗んでいたのです。盗んでいた？俺を？この前テレビでやってました。職人さんは師匠の技術を見て盗んで覚えるのだそうです。だから私も師匠の気だるげ技術を見て盗むのです。それで盗めたのか。バッチリです。お見せしましょう。お家に帰る途中、公園のベンチでくつろぐ師匠。じゃあこの椅子を使って、はぁ、あ、うん、意外とポーズは様になっているな。かわいい。続きまして、空を飛ぶ鳩を見て切なくなる師匠。あ、ちょうど鳩が飛んでいきます。鳩いいな。歩くのが面倒になって空を飛んでる鳩を見て羨ましくなったんだな。かわいい、すごくかわいいぞ。どうですか、こうして師匠の真似をしていけば私もいつしか師匠と同じように大人っぽくなるのです。なるほど。どうですか。おお、ミャーノは何をやっても可愛いな。えっちゃん、違うよ、大人っぽいの。よく見てて。うん、いくよ、次はこう。おた、俺ってあんな感じなの？いや、あんなに元気な生体反応はお前にはない。だよね。なんかピチピチしてるもん、宮野さん。やっぱり宮野は可愛い。もうえっちゃん、よく見てて。エピソード3、お昼ご飯はスイーツ。あの田中くん？ん？あ、白石さん。どうしたの？腕を組んで睨んでるよね。そのパン、お昼ご飯なんでしょ？うん、そうなんだけど。
なんだ、まだ食べてなかったのか。フランスパンが硬くって、俺絶対にフランスでは暮らせないと思う。パンがダメならケーキを食べるべきだとフランスの人は言ってたな。確かにフランスの人ではあったよね。これならどうだ、柔らかいぞ。あ、太田くん、甘いパンがいっぱいだね。それお昼？ああ、新しく入荷したパンが大量でな、ついつい買ってしまった。さて、最初はよもぎごまあんパンか。はっ。うん、よもぎとごまの苦味とあんの甘さが、うん、いい組み合わせだ。うん、こっちは白味噌あんパンか。また変わり種を仕入れたな。しかし意外と上品な味だな。お、ブリオッシュアンパンなんてものもあるのか。しっとりした皮の食感があんこと似ていて面白いな。はっ、なるほど、うまいな。太田が俺の分まで食べてくれるからもう食べなくてもいいよね。食べた方がいいと思うよ。そういう白石は弁当を食べてないのか。田中くんがパンとにらめっこしてたから気になっちゃって。今から食べるよ。なるほど。おお、さすがマカロン師匠、菓子だけじゃなくて弁当もきれいに作るんだな。あ、そんなことないよ田中。こんな美味しそうな弁当なら食が進むんじゃないか。そうかも。でもそれは白石さんが食べて。田中くん、美味しそうに見える？うん。なんか嬉しいな。実はお菓子もあるんだけど。お、今日はマカロンじゃないんだな。白石の作ったマカロン、あれはうまかった。そんな太田くん、あの時のマカロンそんなに美味しかった？うまかった。しっとりとした食感、粉っぽさもなく、クリームの配合も絶妙。近年食べたマカロンの中でベストの一つだ。ありがとう。まだ勉強中なんだけど、これはどうかな。これはカヌレ。火の入れ加減が難しいと聞いたが、白石はカヌレ師匠でもあったのか。そんな師匠とかじゃないよ。まだうまくいかなくて恥ずかしいんだけど。俺もいいの？もちろん。どうかな。ものすごくうまい。表面がかなりカリッとしているし、中のもちもち感もいい食感だ。ありがとう。田中くんは？うん、おいしい。おお、田中が結構なペースで1個を消費した。さすがだな白石。本当？嬉しい。あ、よければたくさんあるからいっぱい食べて。田中、大丈夫か？しゃっくり止まらない。それにいつにも増してぼーっとする。なんで？ほんのちょっぴり入れたラム酒がダメだったのかな。お水買ってくるね。エピソード4、休みと田中。5時間目終了。頑張れ、次で今日最後の授業だ。なあなあ田中、太田、今度の日曜日は暇か？暇だよな。な、志村と加藤は部活だろ、サッカーの。休み休み、グラウンドの整備だとかで使えないんだ。久しぶりの完全休日だからさ、どっか遊びに行こうぜ。どこか行きたい場所はあるのか？
これと言ってないけどさ、泳げて走れてボールを投げたり蹴ったり叩いたりしたいかな。元気すぎるだろ。じゃあお前は？決まってんだろ、日曜日だぞ。女子がいっぱいいる流行りのスイーツ店とかカフェとかに俺らも紛れ込んで楽しくうふふな時間を過ごすんだ。おお、どの辺に行くんだ？この前ネットで星 3.7 がついてた人気の喫茶店に行ってみようぜ。可愛い女子がいたら店員さんに、あの方にガトーショコラをとか言ってさ。チョコケーキうまいよな。もし拒否されたらそのガトーショコラをもらえるとありがたいな。あるいは少し大人なお姉さんにチーズケーキをプレゼントして。チーズケーキもうまいよな。もし拒否されたらそのチーズケーキをもらえるとありがたいな。なんでお前らが食べるんだよ。お姉さんとお話しさせろよ。ねえ、体の動かせるところ行こうぜ。ボール蹴ったりさ。だからそれは部活でやってるだろう。田中は出かけるならどこがいい？家のリビングのソファーかな。出かけてんで。田中もうサッカーしようぜ。 2,3 試合くらい。え、サッカー？走らなくていいからキーパーならどんと来い。絶対ボール取る気ないだろ、田中。あー、サッカーしたくなってきた。とりあえず運動しようぜ。おい、新しい出会いの方が大事だろうな、太田。星 3.7 のガトーショコラは確かに気になるな。じゃあみんなが行きたいところ全部行けば。え、田中。でもそれも楽しいかもしれないな。よし、全部行こうぜ。うん、そうだな。じゃあ俺は月曜日に結果を聞くから。あ、うん、田中は行かないのか？俺はリビングのソファーだから日曜日くらいは家でゆっくりしたい。学校でも十分ゆっくりしてるだろう。いいから走ろうぜ。だから出会いだってな。あ、このカフェのフォンダンショコラも気になっているんだが。授業か。あとでまた決めようぜ。終わった。やっと放課後だ。帰ろうぜ。帰り、ちょっと付き合えよ。あ、どこ行くの？あそこ、あそこ。あ、もしかして、あの時に、ガトーショコラを。おやつ？そう！どうした？お腹空いた、ような気がする。バック、寄るか？いや、7対3で、眠気の方が勝ってる。それなら、帰るか。帰ろう、太田。